今日はですね、梶井基次郎のレモンという短編小説の、意味の解説みたいな、そういうことをしたいと思うんですけれども、梶井基次郎のレモンというとですね、日本近代文学を代表するような名短編というふうに言われているんですけれども、これですね、現在読んでみて、どれほど意味がわかるのかなっていう、そういうようなことを思うんで、今日ここでですね、私の解釈ですね、そういうことをしようと思うんですけれども、この「レモン」のあらすじなんですけれども、主人公っていうのがですね、おそらく梶井基次郎であろうというふうに思われるんですけれども、今日は気分がいいから散歩しようっていうことで、散歩していると八百屋があってですね、レモンを買って、そしてこのレモンの香りを嗅ぐとですね、より気分が良くなって、そしてその後、京都の丸善っていう、本屋に行くんですけれども、この丸善に行ってですね、そのレモン、買ったレモンを爆弾に見立てて、丸善の、積み重なっている本の上にそっと置いて帰ってくるっていう、そういうふうな話なんですけれども、これ一体どういう意味なのかっていう、そういうことでですね、これを説明するにはですね、丸善っていうのがどういう本屋だったのかっていう、そういうふうなことを思い出さなきゃいけないんですけれども、現在ですね、丸善っていうのは誰でも入れるようなですね、普通の本屋なんですけれども、かつてはですね、ちょっと違っていて、本の素人みたいな、そういうふうな人を拒絶するような、そういうふうな雰囲気を、拒絶はしてはいないんですけれども、ですね、あんまり本を知らない人はですね、来ないでくださいみたいな、そういうふうな雰囲気を醸し出しているような、そういうような本屋だったんですよね。私ですね、30年ぐらい前に名古屋で大学生をやっていたんですけれども、名古屋の境に丸善があってですね、今もあると思うんですけれども、その丸善っていうのはどういう本屋だったかっていうと、かつてですね、30年前どういう本屋だったかっていうと、例えばですね、外国文学とかっていう、そういうようなコーナーが、大きいコーナーあるんですけれども、そこに行くとですね、これ何の本なのっていう、これ誰っていう、そういうふうな作家のですね、本が並んでいたりしてですね、例えば、ヤコブス・デ・ボラギネっていう人の黄金伝説っていう本があって、これぐらいの幅のですね、ハードカバーなんですけれども、これが全5巻なんですよね。そしてどういう本なのかっていうのをちょっとパラパラめくってみるとですね、ヨーロッパの中世に、ある神父さんがいてですね、その神父さんはすごく犬好きだったんですよね。そして、犬好きで、それが高じてですね、その神父さんが、亡くなった後はですね、その神父さんは犬の天国に駆け上がっていったというっていう、そういうふうな、ヨーロッパ中世の逸話みたいなものが、集められている本なんですけれども、この話よくわからないですよね。キリスト教っていうのは、人間中心主義っていう、そういうもので、神父さんがですね、犬の天国に駆け上がるっていうのが、これがよくわからないっていう。犬は犬の天国に行って、人間は人間の天国に行くだろうみたいな、そういうふうに思うんですけれども、この辺がですね、合体されていて、全体として、よくわからない話になっているっていう、そういうふうなですね、本がいっぱい並んでいるんですよね。一体この本誰が買うのみたいな、そういうふうな連続でですね、そういう本がですね、全体としてそこにいる人にですね、圧迫感を与えるみたいな、そういうふうな本屋だったんですよね、かつてですね、30年前の名古屋の丸善なんですけれども、梶井基次郎の時代もですね、おそらく同じだっただろうというふうに思うんですけれども、そういうようなことを考えに入れてですね、このレモンというのを読み直してみると、まず最初ですね、梶井基次郎は、今日は気分がいいと、梶井基次郎結核だったんですけれども、結核ですから日頃ですね、胸が重いと、気分がいつも晴れない、肺が悪いわけですから、いつも息苦しいような、そういうようなことだろうと思うんですけれども、ところがですね、今日はちょっと肺が軽いと、気分がいいということで散歩にでも行こうかっていう、
そういうことで散歩に出ると、まあ、八百屋にですね、レモンが売っていて、そのレモンを1個買って、こう匂いを嗅ぐとですね、まあ胸、まあ、今日は胸の調子がいいんだけれども、よりこうレモンの爽やかな香りで調子が良くなったと。今日は非常に調子のいい日だ、胸の調子のいい日だっていうことで、そして丸善に突撃するんですよね。そして丸善に突撃すると、やはり丸善はですね、人を圧迫するような、そういう本をずらずら並べているわけで、ここにおいてですね、まあ、梶井元次郎はこう、また胸がですね、圧迫されるような、そういうふうな気持ちになって、まあ、その、まあ、対抗心っていうか、まあ、そういうふうなことで、まあ、胸を軽くする象徴としてのレモンを、本の上に、丸善の上に置いて、まあ、店を出るっていう、まあ、そういうふうなことだろうっていうふうに思いますね。まあ、ですからレモンはですね、胸を軽くする、まあ、象徴みたいなもので、丸善っていうのは胸を重くする象徴みたいなもので、まあ、その、まあ、黒と黄色の相克みたいな、なんかそういうふうなことだろうっていうふうに思われますね。そしてですね、まあ、この「レモン」という小説の素晴らしいところっていうのは、まあ、梶井元次郎がですね、まあ、自分が、まあ、胸がですね重いと、そういうふうなことに対する、まあ、言い訳っていうかですね、原因っていうか根拠っていうか、そういうことをもう一切語らないんですよね。今日は、まあ、胸が軽いから散歩に出ると。そして散歩に出て、まあ、八百屋でレモンを買って、その匂いを嗅ぐと胸がより軽くなると。あ、今日はすごくいい日だっていう。そして、まあ、胸が軽いから今日は丸善のという本屋にでも行ってみるかっていうと、本に圧迫されてまた胸が重くなるっていう。そして、まあ、その対抗っていうことでレモンを置いて、丸善を後にするっていう、そういうふうなですね、前向きな、まあ、こう感じっていうか、前向きな考え方をですね、ずっと短編の中で貫くんですよね。なかなかこういうふうなことはできないなっていう、まあ、自分が結核でですね、胸が重いと、まあ、なぜ自分はこんなことになってしまったのかっていう、まあ、ぐじぐじ考えてしまうんですけれども、まあ、そんなことは考えないと、もうとにかく前向きっていう、まあ、そういうふうな感じの、まあ、すがすがしい、まあ、小説っていう、まあ、そういうふうなことになるだろうというふうに思いますね。まあ、結局梶井元次郎は若くしてですね、まあ、結核で、亡くなってしまうんですけれども、このような、まあ、ある種のこう前向きな小説ですね。まあ、ギリギリな前向きさなんですけれども、突き抜けた前向きさっていう、そういうふうなわけではなくて、まあ、ギリギリの前向きさっていう、そういうふうなことなんですけれども、このようなギリギリの中でもですね、まあ、ギリギリの前向きさを保つっていう、そういうふうなところがですね、この「レモン」っていう小説をこう、まあ、面白いっていうかですね、まあ、前向きに、人を前向きにさせてくれるっていう、まあ、そういうふうなところがあるんじゃないかなっていう、私はそう考えたりしますね。今日はですね、梶井元次郎の「レモン」という小説の、まあ、意味の解説、まあ、現在において、この「レモン」を読んでもですね、まあ、なかなか意味が分かんないんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、「レモン」の意味の解説っていうのをさせていただきました。私ですね、最近、まあ、哲学動画ばかり上げているんですけれども、まあ、基本は文学っていう、まあ、そういうふうに思っていて、哲学っていうのは文学を理解するための手段であるっていう、まあ、そういうような考え方なんですけれども、まあ、初心に帰ってですね、まあ、梶井元次郎の「レモン」でも紹介してみようかっていう、まあ、そういうふうなことでした。今日の動画は以上になります。